知ってたもん。知ってましたよね。俺はね、アングラから来たから。元カノさんに聞いた。私がダメでした。ちょっもっとジャニー北川さんを叩いてもよかったと思うの、あの席で。なんかみんな人ごとやな。なぜかわかります？この問題やね、大変なの。放送しにくいんやと思います。絶対ダメよ。みんなやっぱり夢を見てステージに憧れて、母子になりたい、フォーリムさんになりたいって来てるわけですよ。その夢をちゃっちゃっちゃっとこのおっさん積み寄ったわけですよ。一生の傷になってるわけですよ。50何歳になった人が薬ものすごい飲んではるわけですよ、うつ病で。もう根は深いね。恥ずかしいね。今頃すいませんでした。はい、噂には聞いていました。何言うてんのよ。一回壊すべきやわね。です、はい。まあ、そんなんね、私言うたらいかんねんやろけど、何の権利もないんだけどさ。もう罪深いなんてもんじゃないね。ないです。最低のゲノゲノゲノおっさんやね。死んでる場合ちゃうね、うん。生き返った謝れ。今日はもうこれでやめようか。やめましょう。